私はこの SNECC スリランカ日本教育文化センターで日本語を教えています、難波俊典です。 SNECC ハッピーファクトリーを通して皆さんがご支援いただいている SNECC の紹介を中継することになりました。スリランカ日本教育文化センター、まあ略して SNECC って呼んでます。ちょっと今日は日曜学校っていうのをここ SNECC ではやってます。日曜学校はスリランカで、まあ名前の通り日曜日、子供たちが集まって仏教の勉強とか、いろんな科目の勉強なんかしてます。こんにちは。で、ここが、まあ本館というか、SNECC の事務所などがあるところです。で、ここの建物は実はちょっとわかりにくいですけど、外務省、日本の外務省の支援があって建てた建物です。こんにちは。こんにちは。私はドラツリです。この子も小学、ここでもらってた小学生出身で働いてくれてます。チャンダナ先生です。スリランカの公立学校の校長先生をしていて、で、定年退職なされて、で、ここに来て、教育関係だったり、あとは技能実習や特定技能で人材を送り出す時のリーダーを責任者をなさっておりなさってます。ちょっと電気消えてますけど、コンピュータールームで、こちらは幼稚園です。今日も日曜日でちょっとお休みなんですけど、月曜日から金曜日までみたいな感じで、午後からは子供預かって先生たちが一緒にお遊戯したりしてます。ってことが、まあ、日曜学校の教室ですね。行ってみましょうかね。マリアデイワハームドロー。ユミさん。どこ行く？今、日本です。なんで？里親さんのと一緒に、SNECC のこと見たの。はーい。マリアデイワお坊さんです。自分の、校庭以外にも自分のお寺があるんですが、ここの日曜学校の校長先生です。みんな、ワヤサキーヤド。ワヤサ。いや、エコラハ。さよなら。イングリッシュ。11。11歳。11歳。みんな会いますね。これ、SNECC はこのオフィス、この奨学金活動っていうのもそうなんですが、もともとがお寺を母体としてるので、これからそういうお寺の、スリランカのお寺の施設っていうのもちょっと見ていただこうかなと思います。で、まあ、お釈迦さん、まあ、日本の仏像とはだいぶ違うんですけど、こんな感じですね。で、これは菩提樹っていうやつです。適当にある菩提樹じゃなくて、これも歴史あって、例えばもう何百年何千年も前にインドからお釈迦さんが悟りを開いた菩提樹、それを株分けしたやつ。面白いのが、スリランカも神仏集合っていうのがあって、お寺の中にも神社があったりします。これはお坊さんの趣味で、日本風のやつを作ってくれって言って頑張って作ったみたいです。スリランカでは見ないスタイルですね、こんなの。で、この仏像がこうピカピカして、僕も初めは威厳がないなと思ったんですけど、やっぱ日本の仏像は芸術的な価値もあるし、歴史的な価値があるんで、勝手に洗ったり掃除したりできないみたいですね。だからやっぱ威厳が出てくるかなと。で、こっちは行った信仰なんで、やっぱピカピカにしといてあげたい、みんなが、そういう気持ちがあるので、後ろにネオンつけたりしてピカピカさせたりとかしちゃうのは、やっぱり仏教が、宗教が生きた信仰っていうのが大きいと思います。こんにちは。名前は？ニヒリ。何歳ですか？18歳。あ、よろしくお願いします。こんにちは。ここはお堂ですね。これは日本の京都の鞍馬寺のご寄付で建てられたお堂です。で、ここ敷地内にある池なんですけど、時々ワニも出ます。
まあ、人に危害を加えることはないので、それ見れたらラッキーぐらいですね。でなかなかすごいのはこのお堂にお釈迦さんの人生一生みたいな絵を、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、こう描いてるんですが、例えばここで悟り開いた時、書店法輪って初めてこの説法した時とか、まあ、涅槃に入る時とか、これ手書きで書いてるんで、なかなかすごいです。自然豊かな建物、敷地の中にお寺があって、こういう SNECC があって、奨学金を支援する活動を行っています。ここはコーテのセンター本部なんですけど、スリランカの中に100ぐらいの地方のセンターがあって、そこと協力してスリランカ中の学生に奨学金で支援ができるようなシステムを作っています。こんにちは。彼女はこの日本語を勉強、日本語を勉強してて、この前もダンスチームとして日本に行きました。お坊さんと元気ですか？ありがとうございます。元気です。ちょっとコンテストの方を見てみましょう。まずは今日はちっちゃい子どもの自己紹介のコンテストをしてます。こんにちは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 。ありがとうございます。どんなスピーチをしてるんですか？いや、もう自己紹介、ちっちゃい子どもはもう事前に自己紹介を書いて覚えさせて、自分たちの。で、暗記させてるって感じですね。で、もうちょっと午後からはスピーチ、もうちょっと年が上の学生のスピーチのコンテストを予定してます。